バラオ級潜水艦の一隻艦名はヘラヤガラにちなんで命名された。トランペットフィッシュトランペットフィッシュは1943年8月23日にペンシルベニア州フィラデルフィアのクランプ造船所で寄港した。1945年5月13日にオズワールド・エスコルクロー夫人によって命名浸水し、1946年1月29日に 艦長ラファエル・シー・ベニテス少佐の指揮下収益する。収益後、1946年の早春に、カリブ海での成長及び親善訪問を行ったトランペットフィッシュは、その後新ア湾に向かった。ハワイ海域での訓練活動におけるハイライトは、第二次世界大戦末期に捕獲したイオニ百型潜水艦の来撃による、海没処分であった。 コネチカット州、ニューロンドンに帰還し、沿岸での訓練活動に従事したトランペットフィッシュは、1946年末に短期間アナポリスを拠点として、海軍兵学校生の訓練巡行を行った。1947年の夏には、グッピー回収が行われ、船体の流線型化、シュノーケルの増設、大容量バッテリーの増設が行われた。回収により、 艦の攻撃能力は増強され、水中での最大速度も増加した。トランペットフィッシュは、フロリダ州キーウェストを拠点とした第4、潜水船体に配属され、東海岸での活動及び訓練演習に従事した、1953年9月、NATO の演習、マリナーに参加し、続いて、第6艦隊とともに、地中海への配備が行われた。 地中海配備から帰国後、トランペットフィッシュは1955年まで東海岸を呼び、カリブ海で活動した。1956年1月から2月まで、キーウェスト沖で活動した後、グアンタナモアンに移動し艦隊訓練部隊での任務に従事した。7月にはメリーランド州アナポリスからグアンタナモアンまで海軍兵学校生の訓練巡行を行い、 その後、通常任務を再開した。1956年の秋、トランペットフィッシュは、対戦攻撃部隊に加わりヨーロッパ及び中東での、配備に入る。1956年10月1日に、ノーフォークを出港し、大西洋の横断後ヨーロッパ海域で、訓練演習に参加した。フランスのブレストを訪問後、レバントでの危機発生の法を受け取る。 エジプトのナーセル大統領が、スエズ運河の国有化を宣言し、それを発端として、第二次中東戦争が勃発した。イギリスとフランスの両国はイスラエルを支援し、エジプトに対する攻撃を行った。トランペットフィッシュは直ちに、クレタ島のソーダ湾に向かい、第六艦隊と合流、中東の平和維持任務に派遣された。11月に停戦合意がなされると、 トランペットフィッシュはイタリア海軍艦隊と共に地中海の巡航を再開し1957年1月28日にキーウェストへ帰還したトランペットフィッシュはキーウェスト沖での作戦活動に従事し8月29日にヨーロッパに向けて出航 NATO の演習に参加した NATO 諸国の航空、海上、潜水部隊は その防衛能力向上のため訓練演習を行った。トランペットフィッシュは10月25日にキーウェストに帰還し、1959年まで母校を拠点として訓練演習に従事した。次の地中海配備でトランペットフィッシュはコルシカ島とサルデーニャ島の間のボニファシオ海峡をシュノーケルを使って先行した。1959年8月、 大西洋艦隊の分散計画に基づき、トランペットフィッシュはその母校をサウスカロライナ州チャールストンに変更する。1960年1月から2月にかけて、北、大西洋で作戦活動に従事し、その後スコットランドを短期間訪問にする。続いて、大西洋西部での演習に参加し、1961年に入るとチャールストンで、 グッピー3回収が行われた。同回収でトランペットフィッシュは船体が15フィート延長され、兵装及び電子機器の改良、航続距離の拡大が行われた。トランペットフィッシュは任務を再開し、チャールストーンを拠点とした沿岸での対潜水艦船訓練活動と地中海での第6艦隊配備を交互に行った。 1962年10月のキューバ危機においては、緊急の作戦活動に参加している。その後は、母校沿岸を呼び、カリブ海での数度の艦隊演習に参加した。1965年に、定時のオーバーホールが行われた後、演習、プラム・ボブ・アイを呼び、ミニボックスに参加した。1966年初頭の地中海配備の後、トランペットフィッシュは演習。 プラムボブ2に参加し、続いて、デビッド・テイラー試験水槽での実験に参加した。その後対潜水艦船部隊の支援任務に配属されたトランペットフィッシュは、機雷付設及び偵察任務に従事した。1970年1月12日、チャールストンを出港し、ケープ・ケネディに向かい、途中レモラと共に訓練に演習を行った。 1>, 1月16日から18日までケープケネディを訪問し、その後フロリダ州フォートローダーデールの海軍、兵器試験所での任務に従事した。ノールと筆の10日間の任務で、トランペットフィッシュは、ヘンリー・クレイと共に、2月6日から8日まで、フロリダ沖での弾道核ミサイルの大焼け身を行った。演習、スプリングボード及び、エキゾチックダンサー3に参加した後、 トランペットフィッシュはペンシルベニア州フィラデルフィアに向かい、1970年の夏から12月までのオーバーホールが行われた。長期にわたるオーバーホールの後、トランペットフィッシュは東海岸で回復訓練及び定期訓練を行い、春にはカリブ海に向かった。5月7日から14日まで西ドイツ海軍の駆逐艦、リュチェンスと共に活動し、この間、 リュッチェンスと乗組員の交換勤務を行い、これは価値のある有益な経験となった。艦隊機雷試験参加後の6月5日、トランペットフィッシュは6週間の配備全維持を開始し、7月12日から7月16日まで会場講義を行った。7月23日に南米海域に向けて出港、演習、 ユナイツエルブに参加するため、第86任務部隊に合流し、8月6日にコロンビアのカルタヘナに到着した。8月20日に赤道を横断し、8月30日にペルーのカヤオに寄港、その後パナマ運河を通過して、太平洋側に移動した。カヤオへの4日間の訪問の後、第86任務部隊と共に2週間活動し、9月17日に、 チリのバルパライソに到着した。トランペットフィッシュは、内陸水路とマゼラン海峡を横断し、10月4日に、チリのプンターレーナスに到着した。その後南米の大西洋岸で演習、ユナイツ12に参加し、アルゼンチンのマールデルプラタ、ブラジルのリオデジャネイロを訪問し、12月2日に、ベネズエラのラグアイラで、第86任務部隊に再合流した。その4日後に、 任務部隊と別れ、チャールストンに向けて出港。母校には1971年12月16日に到着した。トランペットフィッシュは1972年まで第4潜水船体と共にチャールストンを拠点として活動した。1973年1月25日に再びカリブ海へ展開し、30日に帰還する。その後ロードアイランド州。 ニューポート沖で、水雷試験を行い、5月には、プエルトリコのサンフアンで、イギリス航空母艦アークロイヤルと共に、作戦活動に従事した。フロリダ州ジャクソンビルから第11、偵察航空団と共に維持、定期訓練を行い、8月15日に、チャールストンに到着、退役の準備に入った。1973年10月15日に、トランペットフィッシュは、 チャールストンで退役した。トランペットフィッシュは除籍後、ブラジル政府に売却された。ブラジル海軍では、ゴイアス州にちなんでゴイアスの官名で収益し、エドゥアルドルッソチュサが初代官庁として就任した。ゴイアスは1990年4月16日に、ブラジル海軍から除籍された。ありがとうございます。